はい。ということで、デジリオ第26回は、DJ ニオさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、始まったね。始まってるね。ではでは、ニオさん。26回でしたっけ ?26 回だった気がする。今、自信なくなってきた。いや僕もなんか、なんとなくの感覚でいただきなんで、ちょっとすいません。別に大丈夫です。まあ、合ってたら褒めて。はい。そうだね。じゃあ、ニオさん、まず、はいはい、自己紹介を軽くお願いします。ああ、自己紹介。はい。はい。まあ、DJ ニオの自己紹介かな。DJ ニオの自己紹介、うん、はい、DJ ニオです。親不孝、トランスフォームとか、バーヘルツ、ダークルーム、イースフラッグ、その辺でだいたい DJ してることが多いです。よく書けるのは、ハウス。テクノが、あ、エレクトロ。いいね。この3つぐらいが多いかなと思います。ウェイ。何、うん、こんな感じなんか所属してるクルーとか、レジデントパーティーなとかありますか？はい。所属はないけど、ベーストロニックって、っていうイベントを、すごい、なんでしょう、定期開催でやっている、オーガナイザーとしてやらせてもらってます。恥ずかしい。ね？ですね。なるほど。えい。ファビラスちゃんの方からなんか補足説明あります？私たちがニオくんと会ったのはいつ頃だろうね、うん、気づいたら友達だったよね。なんか、結構みんないろんなとこで見かけるやん。なんか確かに、あ、まあ、ヘルツとかダーク、あとはグラフいる。1年ぐらいなんかしれーっとなんか当たり障りのない関係をずっと続けてたよね俺のわかる。なんか特に絡みもしないけど、ああどうもお疲れっすーみたいなのは1年ぐらいやって、多分去年の夏以降じゃないかな、なんか以上に仲良くなったのが、はい。やっぱ、あれかな、あの日あれですかな、あの日、俺が、あ、遅れたと思って頑張って車飛ばして会場に行ったらニオくんしかいなかった、あの日。そうだね。海のやつ。海のやつ。それは、そうだね。そこかもね。それが結構、徹底的に、徹底的。もう逃れようがない状況だったからね。決定コミュニケーションを取らざるを得ないみたいな。決定的になんか仲間感は出たよね。そうだね。あそこは大きかったね。うん。オーガナイザーより、誰よりも早く。こんなエピソードを知らない視聴者に解説すると。うん、前も確かデジリオで触れたことがあったと思うんだけど、ある夏の、まあ、いつか出てもらうかもしれない DJ のフォートエンティ君という男の子がビーチパーティーをやるって言って、海のパーティーを開くから DJ としてヨウ君が呼ばれて、でヨウ君はビーチパーティーとか出たことがなかったし、あんまりアウトドアみんなでワイワイ行くタイプじゃないから、なんか出るのが決定したのが珍しくって、みんなで応援しに行こうと思って、まあ、前日も死ぬほど酒を飲んだにもかかわらず、まあ、グデグデな状態で朝出発し、10時ぐらいにね、
待ち合わせ時間に会場の海に着きましたと。ついてない、ついてない。俺らもついてない、10時には。10時にはついてないか。はい、私は遅刻。10時ぐらいだっけ ?10 時ぐらいには。一応10時中オープンだったもんね。あの、パーティースタートだ。ああ。で、11時オープンで、10時オープンだっけあれ。いや、11時じゃない。10時は早すぎるやろ。そうよね、そうよね。で、11時オープンで、多分俺ら11時ぐらいに着いたっちゃうね。そうっすね、そうっすね。俺多分1時間前にちゃんと着いてたね。えらい。えらいっす。店の人すらいなかったもんね。ねえ。着いたら、海辺にニオくん一人だけが座ってて、海の家の人もいないし、パーティーの主催者の人たちもいないし、他の DJ もいないし、ただニオくんが海を見てたね。うん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 。すごいアンビエントだったわ、あれは。面白かったな。あんなおもろい日ないよね。笑ったもんな。それは面白かったね。うん、面白かったな。そんなこともあり。何時からオープンしたんだっけな。12時くらいやなかったっけ。そうやね。そうやね。だって、俺確か DJ トップバッターだったと思うんだよね。うん。うん。でもまだ機材がなかったもんね。ああ。たまらんな。11時からの。はい、いいって言ってたもんね。そう。11時からの DJ が一番良かったとか言いよった気がする。確かにな。最高だな。ということで。はい、ということで。ということで。ニオくんはちなみに、なんでニオくんって名前になったんですか、はい、ニオって、これ、名字の名前、名字の中から2文字取ってるだけで、ニオなんとかなんですよ。クラと同じ方式だな。あ、多分そういうことだと思う。なるほど。うん。YouTube で出ちゃうのは、いや、別に問題はないんだけどね。まあ。思いっきり自分の名前。もうすんなりそれ、ニオで行こうみたいになったんですか？なんか一冊とか。もうみんなが、はい、僕のことをそのニオって呼ぶから、これ以外ないなと思って。もうニオはニオなんだ。なんか、名前的にもちょっと発音はしづらいけど、一度覚えれば結構忘れないというか、名前に関しては特にこだわってつけたわけではないんだよね。もうこれしかないと思って。いい名前だ。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。クラ君もかっこいい。ありがとうございます。くら寿司の御曹司ではないよね。ああ、そうでありたかったですね。ああ、だよね。はい。これなんかニオくんにうまいこと言いたかったけど出てこなかったな。やり直す最初から。うん、撮り直ししたいね。動画出すところからにしようよ。一番最初の。もう一回海の下りやれるから俺。海の下りから。同じの再生できっかな私。覚えといてちゃんと。ここ雑いからどんどん省略しちゃうんだよね。あの海のあれとか言っちゃう。海のあれね。みんなわかんないじゃん。そう。そういうことやっちゃう。完全な身内ネタだもんな。うん。登場人物知ってる人だけがめちゃめちゃ笑えるもんね。うん。
そうだね。もう、いい思い出。うん、いい思い出。うん。うん。毎回あそこっていうか、俺2回目なんだよね。去年じゃないか。あ、一昨年か。一昨年は普通に、あの、踊り子として遊びに行ったんだけど。踊り子として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 。魂を持って踊り子として遊びに行ったんだけど。一昨年も良かったけど、やっぱ、去年の方がパンチは強かったね。海から来たやついたもんね。海から来たやついたね。いた。初めてだった。あったわ、そんなこと。帰り辛そうだったもんな。帰り、船に乗り込むのすごい大変そうだったね。ね、泳いで船まで行くっていうのは、なかなか面白かったよ。死んじゃうんじゃないかなと、ちょっと心配したけどね。なんかあの、インスタの投稿と現実みたいなやつ、垣間見た感じでした。あの日、一番私普通だったもんな。あ、なんかちゃんとした普通のお客さんやってた。ああ、お酒なかったもんね、あんまり。あったっけ？そうか。あ、あったけど。あんまり飲んで。車だからか。あ、そうや。ああ、そうかそうか。いかんね。ファビュラス車できたら。私面白くないね、車乗ってると。いや、面白くないとは言わんけど。全開でいけないやん。確かに。反省しよう。その日、夜もあったけどね。そう、ガーセーブしようってね。そうだ、うん。来てねって言ってたもんね。無理って言ったし。うん。そう。なんかやっぱり、後のこと考えて遊んじゃダメなんだ。そうね、うん。反省しよう。そう思う。反省しよう。うん。そんなこんなで。そんなこんなで。そんなこんなで。ちょっと DJ を始めるきっかけを、ちょっと聞いてみようかなって思うんですけど。なんか何歳ぐらいで。うん。あんまり聞いたことないもんな。どれかな。もう、ちゃんとなんかその、イベントとして、名前を出し始めたのは、本当に福岡来てからなんだよね。ああ。そうだから DJ 始めたのは それで言うと2年前。え ?2 年前の1月かなんかに、なんかイベントに出させてもらった気がするんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。だから今ちょうど2年ちょっと経ったぐらい。あ、そうや。うん、去年2年前、2年前の1月ぐらい。そんなに歴としてはやってない。もうパーティーに出ることになったきっかけは？は、なんだっけ、バービー。バービー。わかる、バービー。わかる、わかる。バービーと遊ぶ。のパーティーに遊びに行って、うん、ちょっと仲良くなって、うん、で、あ、バービーについてったらパーティーおもろいやんと思って、うん、ついて行ってたら、DJするのみたいな話を聞かれて、やりますよって、全然初心者ですけど、みたいな話から、うん、多分トランスフォームの月さんに多分紹介してもらって、バービーが。からで、うんうん、初めてのイベントに出させてもらったっていう。そうなのか、うん、そうなんです。じゃあそれまでは完全にこう家で DJ してるというか。そう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 、踊り子。うん、
あ、踊りに行くことは結構あったけど、うん、なんか DJ は本当家だけとか。ターンテーブルはあったから、うんうん、それで家でずっとなんかミックスしたりして遊んで、そこから含めると多分4年5年前ぐらいかな、ターンテーブルに触ったのは。じゃあ、家にはあって自分で触りながらとか。そうそうそう、友達に譲ってもらったターンテーブルでずっと遊んでて、なんかニセコの、北海道のニセコでバイトしてて、ニオくん、うん、あ、そうなん。で、スキー場のあのよくあるリゾートバイトみたいな、はいはい、そうそう、それのこの3月にあの皆さんお疲れでした、パーティーしてよふしてきましょうみたいなところで、パーティーに DJ やりたいってご利用しして出たん。ああ、なるほどね。なるほど、うん、そうそうそう、ニセコのパウダールームっていう、うん、結構 いかつい箱にで DJ だったな。聞いたことある。そう、ある。有名なんかな、わからん。なんか私も先輩でニセコで働いてる先輩がいて、音いいとこ、こことここみたいな感じで、夜めっちゃ遊べるとこ、ここみたいな感じで、はいはいはい、そう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 、もうそんなないからね、なんかパウダールームと魂みたいな、なんか、あ、そう、先輩は魂派だった。あ、そう、なるほどね。そう、ニセコにも、ニセコって外国人が多いから、こう、ナイトスポットとして、なんだろう、遊べるクラブとかが結構あるというか、バーとかがある。そうなんです。ニセコ。北海道ですか、ニセコって。北海道ですよね。そう、うん、北海道から車で、下道、2時間ぐらいかな、走ったところぐらいだ。うん、じゃあ、もともとそっちに住んでて、福岡に来たって感じですか？半年間、そういう、その、冬山の仕事、冬の異常みたいな仕事をして、うんうんうん、はいはい。だいたい11月の後半から、4月末ぐらいまで仕事して、うんうんうん、で、そこで稼いだお金を持って東南アジアに乗り込んで、毎週のようにイベントを探しに行くっていう。で、また3ヶ月か半年ぐらい経ったらお金がなくなってくるから、日本に帰ってきて、また仕事をして、みたいなのを、繰り返したんだよね。30代、まだ30代。楽しそう。楽しそう。うん、すごい生活だったと思うけどな。自由気ままにみたいな感じやね。いやもうマジで。朝、さあ、9時か10時ぐらいに起きて、うん、あれなんだ、カンボジアかな、カンボジアでマンゴージュースみたいなフレッシュジュースをお母さんに作ってもらって、それを持ってビーチに出かけて夕方帰ってくるみたいな。あ、めちゃめちゃ楽しそうだな。5、6時間海ずっと眺めて、暑い、帰ろうってなって、またバッパーに戻っていくみたいなのを
ヶ月半とかずっと繰り返してた。で、土日だけ、土日パーティーがあるときに遊びに行ってた。いいな。そんな人生もあるんだな。うん、できなくはない。その時の思い出深いエピソードとか思い出とかあります？思い出深い。音楽系がいいってことよね。もちろん。まあ、なんでもいいです。ね、笑える話でも。まあね。うん、あれどこだっけな。フィリピンかな。フィリピンに遊びに行ったときに、10時ぐらいにクラブに行って、で、めっちゃ踊って、パッて後ろ振り向いたら、もうお客さん誰もいなかったんだよね。それで、DJ と俺だけになってて、これもう帰った方がいいのかなって言って、DJ にお辞儀して帰るねって言って帰って、クラブのドアがカチャンって閉まった瞬間にクラブの音ピッて止まって、あ、これ待ちだったんだと思って。完全な俺待ちだった。めちゃくちゃ面白い。優しいね。確かに、いいお店ですね、逆に。うん。ね。で、その時 DJ しててくれてた人が、次の日別のパーティー行ったらいて、うん、あ、お前昨日最後まで踊ってたやつだって、あ、そうだよ、覚えててくれたのっていう会話をしたのはなんか面白かったな。いいね。そう、いい話や。優しい人だ。そう、めっちゃ優しかった。なんか踊り系だとどっちぐらいかな。そっち、あ、うん、まあいっぱいあるけどね。どれが面白いかちょっと今判断できないな。ちなみにその時ジャンル的に言ったらどんな音楽が流れてたんですか？その時は、なんかね、EDM と、なんか東南アジアの、なんか EDM、歌謡曲かな、歌謡曲にEDM を混ぜてスピード上げて流すみたいなのがなんかすごいあった気がするな。ボートレグ的な感じでってこと？うん、と思う。レグ？うん、レグ、ボートレグ。なんかアニソンとかのさ、EDM 版みたいな感じのイメージかな。思うけどね、多分なんか何喋ってるかわからない言葉だったんだよね。そりゃそうよ、英語とかそうじゃなくて、そう、それに多分ダンスミュージックの四つ打ちを乗せて流すみたいな。ベトナム的なあれだきっと。そうベトナムはね、遊んでないんだよね。フィリピン、東南アジア気になるな。なんかもっとなんだろう、いろいろ見たいな、よくあるな。観光スポットは結構いっぱいあるしね。比較的なんか同じアジア人だから、なんかちょっと優しい気もするしね。なるほど。そうなんかな。ヨーロッパ、アメリカ行くよりは、多分、風当たりは、風当たりはね。優しい。だいぶ優しいと思う。うん。あ、だから私、ベトナム行った時みんな優しかったんかな。ベトナム結構みんな優しいイメージあるけど。そうか。うん。もうすんごい優しかったみんな。優しいよね。優しい。うん。どうなんだろうね。なんか、
だやっぱ自分ピンチじゃない、そういう時。そう、もうピンチ。なんかしら困ってるやん。そう、ピンチなんだよ。あだよね。全然助けてくれるからね。そう、どうした前、みたいな。私、持ってたお弁当縦になってるのを知らないおじさんが直してくれたもん。平行になるより。すごい、大丈夫それ。うん。よっぽどだなって思った。よっぽどだよね。よっぽどよ。確かに。多分、かわいそうだと思ったんだろうね。漏れちゃうよ、汁が、みたいな。心配になったんだと思う。弁当出てきちゃうよ、あいつ、と思ったんだろうね。ね。優しかった。うん。確かに。日本だったらすごい怖いですけどね。怖いよね。弁当立てるまま持ってる女も怖いし、うん、直す人も怖いよね。どっちも怖い。すごい光景。どちらかというと、縦に持ってる方が怖いかなって思ってたり。そうだよね。そうなの。縦に持ってる。なっちゃ、袋の中で偏っちゃったんよ。海外は みんな経験、京さんはあるもんね。京さんはそっちからでしょ、うん、うん。で、まあ、まあ、そっか。遊びに行ってるもんね、みんなね。そうね。全然。二人は結構行かれてるって感じですね。うん。そうだね。うん。そうね。僕は修学旅行でカナダ行ったぐらいなんで、ほぼ未経験です。修学旅行でカナダ、すげえ学校だな、なんか。普通なのか。最近普通じゃない？あ、本当に？うん。でも俺もタイだったよ。あ、そう。ファビラスは？ファビラス京都だった。ほら、よーし、いいぞ、ファビラス。うん、マイコハンやったよ。それでこそ大和魂だ。そうだよ。あ、なんかめんどくせえやつ来たな。バカ野郎、めんどくさいやつ呼んだのはそっちだろう。バカ野郎になってねえのよ、それ。え、ニオ君はフィリピン以外だと、あとどこ行ったりとかしたことある？ベトナム、カンボジア、うん、はい。カンボジア。ベトナム、カンボジア、フィリピン、タイ、なんだっけ、インドネシア。インドネシア。かな、確か。素敵だなぁ。いかんせんさ、その、うん。どうぞどうぞ。逆に観光スポットを一つも回ってないんだよね。まあ、まあそんなもんじゃない。うん。踊りだけだったからさ。観光スポットとか全然いかんもんな。普段は。りょうさんは何しに行くの？向こうに遊びに行くの？ゆっくりしに行く。結構ホテルステイとかでずっとホテルでダラダラしてることの方が多い。長時間同じとこに入れないんだよね。あ、そうなんだ。あ、でも確かにいつもなんかちょっと行ってちょっとか行ってちょっと来てどっか行ってしてるね。そうそうそう。確かに確かに。若干飽き性なんだよね。それは若干じゃないと思うな。若干じゃないね。うん。うん。だいぶ飽き性。そうそう。飲み会とかしんどいもん。2時間？え？そうなんだ。まあ、ゆっくりするというよりは、いろいろ見たいみたいな。街を。こう。観光スポットのこれがとかではなくてってことだよね。
うん、本当、街に住んでるわけじゃないけど結構な滞在時間だからさ。確かにね、うん、ほぼ住んでるよね。うん、毎日同じとこの屋台のおじさんのとこにご飯買いに行ってたからさ。ああ、住民になるみたいな感じか、短期間だけど。そうね、なんか、うん、タイのビーチで焼けすぎて白人の人から、お前はここの島の人かってカンボジアの人かって言われた。いや違うよ、ジャパニーズだよって言われるくらい真っ黒に焼けてほぼカンボジア人みたいになったけどね。なんか色白だからあんまりイメージ湧かなかったけど、そうだったのか。うん、さすがにあの東南アジアに1ヶ月2ヶ月いるビーチうろうろしてたら真っ黒になるよね。まあなるか。まあそうだろうね。うん、真っ黒になる。いやいいな。うん、人もなんか島とかにちょっと1ヶ月ぐらい滞在してほしいな。ああ、はい。じゃあクラ君。じゃあじゃあじゃあ、いってらっしゃい。生き抜く能力が意外と生きていけない。意外と生きていける。うん、なんか大して英語も喋れないし、大してなんかの能力に長けてるわけではないけど、そんなに困ったことないんだよ。うん、うん、金さえあればって感じじゃない。うん、すごいお腹痛くてインドネシアのハイウェイで高速バス止めたもんね。止めてくれたよ。ああ、優しい、うん、そこまで行ったらもう無敵だね。うん、すごい。うん、なんか、うん、してはいけそうだよね、なんとか。うん、うん、なんかなんとなく必死さは伝わるしね、言語違っても、うん、そう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 。なるほどなるほど。うん、優しい人はどこの国行っても優しいし。うん、まあ泥棒はどこ行っても泥棒だしな。そう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 、うん、なるほどな。ちなみに海外でこう、はい、まあ、たまにお金を稼ぎながら海外で過ごしてて、音めちゃめちゃなんか全体的に評価高いなって思える国って、ニョクン的にどこがいい？評価の高い国か。音、正直言うと、うん、俺がちゃんと音を意識し始めたのはここ数ヶ月ぐらいなんだよね。超旬な話、超旬な話じゃん。ね、そう、なんか、あ、もうやっぱ箱で音違うんだなみたいな。うん、のをちゃんとっていうか聞き分けて遊ぶようになったのはほんとここ数ヶ月とか。うんうん、うん、S3 DJ 修行中だからね。修行中ほんと怒られちゃうよ、お客さんに。なんで？もっとしっかり DJ やれって。結構ちゃんとしっかりやってるイメージやけど、うん、やってんのかな。なんかできてる、できてるというか、ただ一 DJ としてなんかいいなとか今日キレキレだなみたいな、乗ってんなみたいな、ね、見てるけどね。うん、数ヶ月前にヘルツでやって
ってた時、あのめっちゃかっこよかったんですけど、あれ何のイベントやったかな。エルツマ周年じゃない？もう一回言ってもらっていいですか？エルツマ周年じゃない？あー、周年。あ、かも。なんか、なんか言ってた気がする。帰り道に。あー、あ、ですね、ですね。あの時めっちゃ良かったっす。あー、あの時良かった。はー、心に、心に刻まれました。ありがとう。別の周年か。悪くはなかったと思う。良かったかもしれない。良かったよ、あの時、確かに。うん。それなら良かった。先輩がそうおっしゃってくれるだったら。あ、出た、出た、出た。あー、来たね。あ、来たって言うな。嫌だなこのその絡みすごい嫌だなあ、まあ、うんうんうん、この間もヨウさんに教えてもらったもんね、あの何をラウンジでは BPM をこれぐらいまで落とした方がいいみたいな、あ、言ってたね、そんな話。そうそうそう。マジ勉強になります。なんか嫌だな、この絡み方。俺もダメ。いや、なんか、いや、なんか、向こう側にちょっとニヤニヤしてるのが見えるけん、いや。してない、してない。正座しとるって。なんで正座しとる、正座しとる。絶対しないやろうが。ひよくんなんか最近こういう感じの流れ多いんよな。話の流れというか。多いか。なんか、その人との流れみたいなあるやん。うん。で、会話の流れみたいな。うん。ひよくん割と最近そんな感じ多い気がする。いや、それだけちょっと距離が縮まったっていうことでしょ。いや、そう、俺もそう、それはそう思っとうよ。うん。いちゃつーと感じになるけんやめよっか。ねえ。いつ言おうかなって思ってた。最初のお互いの DJ とか人柄の印象ってどんなところからスタートしたんですか？ひよくん？うん。なんか最初当たり障りなかったよね。いや、もうバチバチ当たり障りなかったと思うよ。うん。薄いコミュニケーション取るのはもう天才かもしれんからね。やっほーみたいなのと、あ、ちょっと後ろごめんねぐらいしか喋ってないんじゃないそう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 。いつが最初かも覚えてないもんな。覚えてないね。うん。仲良くなりだし始めたのは、多分、去年の夏からでしょ？うん。うん。海が決定的として。海、やっぱね、うん。うんうんうん。あれはいい、そっからよね、パーティーだったってことだけど。うん。そっからね、うん。ヨウさんの音もいいし、ヨウさんの音もいい。けど、俺はヨウさんのキャラが好きで結構。あ、嘘。ありがとう。そんな変、そんな目立つキャラクターしてたかな。いや、ヨウさんのなんか、なんだろう、なんか、俺の価値観で、その、普通の人を、と比べてやっぱなんかまだまだ面白いなこの人と思って、あ、なんかすいません、ありがとうございます。はい、どうした今日、どうした。いや、なんかなんて言っちゃろうと思って。台本通り言ってくれたらいい。あ、本当
まあそうね。これ、うちも、今の流れも全部台本に書いてあるけどね。なんだと。でもなんか一番初め本当にニオ君、風向いて踊る人みたいなイメージしかなかったっちゃね。確かに、今でもそう。今でもそう。壁は向くね。うん。そう、壁は向くやん。うん。このイメージしかなくて、なんか DJ はやっぱなんかちょっとどっちかっていうとディープな感じのテクノやっとイメージがあって、はいはいはい。くらいかな、なんか俺の中のイメージ、ちゃんとしたイメージとしては。これは、ヨウさんは不思議なプログレッシブ DJ。不思議な。不思議な。絵本みたいだったね、今。絵本にしようか。うん、絵本にしちゃう。絵本にしちゃおうか。うんうん、ラウンド X で出していこう、そういうのも。ねえ。そうね。うん。うん、とうとう絵本か。いいね。絵本になりました。うん。音はちゃんとそこは、ヨウさんが作る。ああ、そうだね。そういうことになるね。うん。浦くんが歌う。そういうことになるね。うん。印税は俺に入るっていう。それは違うね。ああ。うん、そう、いけると思った。いやー、な甘いね。ヨウくんは結構聞いてなさそうで聞いてるからね、こういうの。確かに。うん。いけると思ったんだけど。いけないんですよ。意外といけないんですよ、そういうの。もうちょっと、ガバガバにしてから狙うわ。何が不思議なんやろ。いや、不思議っていうか、なんだろうな。うん今までの俺のその知り合いとか友達にいなかったタイプっていう感じかな。ああ、人間的にってことか。音が不思議とかじゃなくてってことね。うん、音はかっこいい方だから。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おいおい。そうそう。なんか俺のその言葉のあれのチョイスが悪かったね。そんなことはないけど。なるほどな。はいはいはい。そういう意味で不思議っていう。うん。なるほどな。うん、そうだな。イメージか。でもその、いろんなところにちょこちょこ行って、なんか逆にどんだけパーティー来てよって言っても来ないし、なんか何も言わなくても来てくれるみたいな感じの。のイメージ。ああ、わかる気がする。まあ自分が好きなとこにフラフラっと来る人やけん、まあ、今日これやっとうけんねって言っとけば、気が向いたら来るなぐらいの感じの人やね。ああ、なるほど。確かに。わかる。そういう感じの人、なんか、いろいろ絞られてなくていいなと思うし。なんか、いろんな音聞きたいよね。単純に。あ、分かる感じがするな。いろんな音聞きたい？うん。え？どんな音？え、いろんな音聞き、何が分かる気がするのかなと思って。ああ、なんかいろんな音聞きたくなるの。そういうモードの日あるなと思って。なるほどね。うん。うん。なんかさっきあんまり。音が。ああ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。質問していい？なんかあんまり音とか、なんだろう、環境の音の良し悪しとか今まで考えないで聞いてたみたいなことをニオ君は言ってたけど。はいはい。なんか逆にそれまでとかって、好きな曲を探したりとか、なんか曲の中身というか、そういうのに意識がいってた感じなのかな。なんか踊るのが好きとか。そういうことなんじゃないかな。自分の好きな音には、
アンテナ張ってたけど、その質がどうとかっていうのは、そのさすがにさ、もうバリバリ音割れてたらわかるよ。なんだこりゃね、うん、なんだこりゃってなるよね。どうしたみたいになるよね。まあ、とりあえず聞こえて、いい圧があって踊れりゃいいかなと思ってて。あ、なんかいいね、いいね。そうそう。でも DJ をし始めて、なんかいろいろ考えたりやったりして、あ、音違う全然これと思って、うん、っていうのは、うん、気づいちゃう、気づいちゃうというか、だから自分で、あ、これって思ってからは耳がいっちゃうもんだよね、なんか。そうね、気になる、うん。でも未だにまだその音質がどう綺麗とかっていうのは、そこまでまだはっきりとはよくはあんまり分かってない気はする。なんかそう言われると私も自信ないというか、ねね、そんなそんな感じ。俺の言ってる意味としては、そうそう、好きなものに関してはめっちゃ、あ、今のこれ好きですみたいなこと言うけど、うん、熟知してるかって言われるとなんか分かんないよね。うん、そう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 、いよいよ分かんなくなるよね。うんうん、でもまあ綺麗な音だと思うけどな。でも、うん、いろんな癖があるのはすごいいいことよね。あ、本当、選ぶ曲のね、あれにも変わってくる。うん。うん。これがまた逆に楽しかったり。だね。うん。ただ一つ言えるのは、東南アジアのクラブ、音めちゃでかいよね。この前思った。でっかくない？やばい。俺いつもスピーカーの前で踊ってるんだけど、カンボジアのどっかのスピーカーの前立った時、耳が痛くて離れたもんね。あ、ニオくんすら立てないレベルの。ちょっとこれ、鼓膜がかわいそうと思って。鼓膜がかわいそう。痛い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 っていう感じで先頭にいたから。うん。あれ踊り切ったらまずいでしょ。体によくなそうだよね。体によくない。確かにそうかも。音は大きいね。は大きい、確かに大きい。体に良くないけど、クラ君には見に行ってほしい。なんかちゃんとしてるところは結構いいバランスでやってくれるし、ホテルとかについておるフトップバーとかは結構いいスピーカーついておけ、体にいいけどね。体にいいね。じゃあダメだな。その辺にあるなんかよくわからん箱みたいなやつは割とめちゃめちゃなイメージあるな。うんうんうん、そういうのにしよう、そういうのに。どっちもいいか、どっちも。確かにそういうの多分、確かに経験したことないですね。なるほどな、うん。まあいつもヘルツで音聞いて、私健康にいいとか叫んでるもんね。これね。うん。どういうこと？どういうこと？いや、健康によくね。ヘルツのいい音。あ、ヘルツの。あ、うん。そうだね。うん。そういうことね。オッケーオッケー。その私の健康にって叫んでるセリフが、どれだけ健康にいいかが伝わると思う。ああ、なるほどね。うん。うん。なんか学生の時とか、幼少期とか聴いてた音楽とか、はいはい、アーティストとかいますか？学生、幼少期、幼少期なんだろうな。
幼少期はやっぱウルトラマンとか仮面ライダー系のそういう歌なんじゃないかな。ああ。じゃあ仮面ライダーをたしなんでおり。仮面ライダー俺いつからたしなんでるんだろうな。何時代の。ちょっと待って。もう江戸とかしかないんだけど、何時代とか言われちゃうと。仮面ライダーのあれってことよね。あの何を見てたかってことでしょ。いや、俺は RX 仮面ライダーブラック RX だっけ。見たことないと思う。分からないな。そうか、このビジュアルのやつか。1988年。黒い。生まれてはない。結構いわゆるバッタフェイスの仮面ライダーのやつ。ああ、そうだね。そうそうそう。じゃあ、特に生まれながら、ミニマルテクノを口走りながら、生まれたわけではなく。ミニマルテクの口走ってるやつ嫌だな。嫌だね。そんな子供嫌だね。そんな人いるんかな。すげえな。英才教育が過ぎるだろ、それは。ねえ。うん。モニタースピーカーを担いでるわけでもなく。うん。ダンスミュージックは多分中学生ぐらいだと思う。あ、中学生なんだ。うん。結構早くないそれって。うーん、父親が結構音楽好きで、別になんか楽器をやってたとかじゃなくて、普通に単純に音楽が好き。歌謡曲とか J-POP とか、うん、でその影響でも必ずその家の車にはなんか CD とか MD とかカセットとかがあって、それをずっと移動中は聞いてたみたいな。今と同じことやってんな俺。確かに。何も変わってないぞ俺。自分が親父になっただけだった。うん。ちょっと、あ、子供がいない、まずいぞ陽さん。多様性、多様性。リベラル、リベラル。そう。結婚幸せじゃないしね。うん。子供幸せ、子供いるからってね。結婚イコール幸せとは限らないだから。そうだね。しかも子供いるからといって、ね。幸せでもないし。うんうん、かもしれない。ね。そうね。でも周りのさ、これ他の DJ の人が名前出していいのか、出さない方がいいのか、なんか。うん、出していいと思うよ。デリシャスのノブさん。うん。うん。の、インスタのストーリー見てると、子供の写真をめっちゃ上げてくれるんだよね。楽しそうだなーって思いながらずっと俺はハート、いいねをしてる。めちゃめちゃ欲しい人だ。すごい、すごいと思う。何の話だっけ。幼少期の話から親父になった話になってしまった。ああ、親父になった話だった。はい。ダンスミュージックって言ってもあれだけど、なんかコンピレーションアルバムみたいなのあるじゃん。なんかいろんな曲が、うん、その年代の有名な曲がみたいな、そういうのをからダンスミュージックに入ってかな。
なんかわかる気がするな。こう親父の CD コーナーにあるコンピレーションの中で、なぜか一曲だけめちゃくちゃかっこいいダンスミュージック発見するみたいな。まあそうもしないと、あの検索とかなかったから。ね。そう。すごい時代になったな。もう掘るしかないから。うん。でそこから血まなこになってね、その、うん、アーティストの CD は他にないのかと、うん、探しに行くとかして、そう、普通に学校帰りに CD 屋さん、CD ショップに寄って、あの視聴コーナーにずっと立ってたもんね。そう、それしないと何も始まらなかったもんね。検索とかそんな言葉すらまだ生まれてなかったんじゃないかな。と、ちょい年下だから、はい、インターネットで、あの、うん、この音みたいな超かっこいいやつ聞きたいんだけど、それを何と言うか知らないとかから始まってる。なるほどね。なるほどな。そうか。プラ君とかが最近さ、あの DJ の人とかがかけてる曲で、はいはい、あのヨウ君とかにこれなんていうジャンルなんですかねみたいな質問とかしてたりするじゃない？うん。そう、あれがあのもうアンサーがない状態で生きてる状態だから、ああ。もう覚えて帰るしかないわけよな。確かにそうっすよね。とか、そんな感じ。その世界だもんね、世界線が。ああ、親の聴いてる曲とか、偉大だな。うん。部活とか、なんかバンドやってたとか、そういうわけではなくて、ニオくんは。なんか、部活とかサークル、バンド、楽器はほぼできないんだよね。なんか通ったよ、今。ごめんなさい。ちょっと、ミュートが間に合わなかった。間に合わなかった。なんか過ぎ去ってったからびっくりした。楽器はじゃあそんなにやらず、やってない。なんか学校の授業で使うぐらいかな。そこから初めてクラブに行こうってなった経緯とか最初の思い出とかあります？一緒にクラブに行ったの俺いつなんだろうな。でも多分あれは専門学校ぐらいの時かな。福岡ですか？東京かな。学校が渋谷にあって、渋谷から帰らず金曜日とかみんなで飲みに行って、で、クラブに行ったのが最初なんじゃないかなとは思う。ほぼ覚えてないけど。お店の名前とか覚えてます？でも、渋谷だから多分アトムとか、はいはい、懐かしい方々、そうそうそう、その辺かな。
行こうぜってなりがちだよね、アトム。そっかなはね。なりがち。あ、そうなんです。なんか、みんな、その名前だけ知っている状態が続くから、そのまんま、なんか、行こうぜみたいになりがち。なるほどね。確かに。な、イメージ。福岡で最初に行ったクラブとか覚えてます？福岡最初は、パブ、やつか。やつか、あれ、インフィニティの横なんだっけ？横。インフィニティの横。インフィニティの横なんだっけ？何も覚えてない。でもなんかその辺の、その、ま、テックのハウスとかそういうのじゃない。踊る箱。踊る箱。うん。俺にとってはもう、まあどこも踊る箱なんだけど。どこやったかな？何も覚えてないの。大名よね。つまり。大名、そう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 。大名を。ハッピーコックとかあの辺よね。ハッピーコックは行ったことないんだよね。インフィニティ行ったかな。いや、なんか。結構 EDM 系。そう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 。うん。行くの始めたの2年前だからね。一旦ね、一旦メジャーを通ってね。一旦メジャーを通って。そうか。EDM がなかったら今はないからね、俺には。ああ、そうね。よく意外と EDM 好きやしね。うん、全然好き。なんか、テクノ人みたいな扱いを受けてるけど、意外と EDM ちゃんと好きっていう。EDM も好きだし、全然他のジャンルも好き。うん、全然聞くよね。うん。全然、その、四つ打ちとかどうとかじゃなくて、踊れるか踊れないかっていう判断基準で、なんか全然いける。うん、あと、可愛い音が入ってるか。ああ、もう、ありがたい。可愛い音好きだよね、ニホ君。可愛い音大好きだわ。なんか昨年、私のお誕生日の時に、ラウンド X メンバーで、いろんな周りの DJ の人のミックスを集めてくれて、私用の一人でパーティーセットっていう USB をプレゼントでいただいたんだけど、うん、その時に、そう、ニオくんが作ってくれたミックスが、もうそれはもう、ハッピー系の。ハッピー系。ハッピー系。かわいい音が詰まってる感じのミックスで、大変楽しいんだよね。確かに。あ、まあ。そういえばそれ聞いて。その時も、音かわいかった。あの、そうそう。あれ結構ひどかったんだよな。うん、結構なんかすごいね、前衛的な DJ だったんだよね。そう。うん、だいぶで前衛的だったけど。あ、前衛的だった。いやー、なんか俺は、うん、尖ってた。尖りすぎて耳潰すんじゃないかぐらいの。なんかもう公開したろうかなってぐらい良かった。面白さで。いや、クラブで、やっぱなんだろう、人の面前で、やっぱ目の前に観客が立ってない状態で作ると人って精神状態がおかしくなるんだろうな、みたいな。いや、もうそれどころじゃないやん。
けどね。はい、一発撮り行ってらっしゃいってそのままそうぶん投げてみた。もう多分あれよりうまくはできなかったと思う。いや、そう。いいところも悪いところもあれで知れたよね。なんかすごくいい一筆書き見せられたような気持ち。ああ、なるほど。ならば、うん、あれはニオ君が将来 DJ として売れたら、ああ、やばい。もう高額がつくと思う。頼むから、お前がそこで処分してくれ。墓まで持っていけ。それはね、持ってく。うん。この USB って、木曜日のヘルツでかけるとかできないんですかね。そういうものじゃない。あ、いいこと言うね。言ってみて、みんなのやつ聞いてみたいですね。よくん、これって。強烈だな。ん？うん？よく、後で、やり方相談するね。うん、いいこと。うん。できそう。うん、できそうだから悪用しようかな。悪用はするなよ。まあまあいいけど、全然。俺の好きはもう十分詰まってるから。もうすごいね。へぇ、うん。This is Neo。一曲たりとも、うん。一曲たりとも、いやー、この曲はーっていうのはないはず。なんか、もう、うん。詰まってるな。そう、うん、おもちゃ箱一気にぶちまけられたような感じだった。ぶちまけられたな。うん。そうか、そうか。よいしょ。なるほどね。そうか。なんか、思い出に残ってるパーティーとか、自分が出る側、聞く側、どっちでもいいですけど、そういうのあったりします？ちぎりの皆殺し。ああ、好きだよね。いや。あれはやばかった。なんかもう音とかじゃない。皆殺しっていうパーティーがすごすぎて。名前からすごいもんな。いや、名前からすごいし。その、皆殺しの意味もすごいし、そこに集まるその人たち、あのパーティー、福岡に来て多分一番やばいと思ったのはあのパーティーだと思う。ちょっと感動してちょっと意識を変えられるぐらいのパーティーだったなぁ。初めて行ったのはいつ？皆殺しに？うん。いやいや、その、この間行ったやつ。去年の。ああ。はいはい。この前のやつ。うん。この前のやつ。あれに初めて行った。あ、そうなんやね。そうそうそう。いや、なんか全然行く気なかったけど、今年も、去年も。うん、でもほんと結構直前まで2週間ぐらい1週間前ぐらいかな、全然聞きなくて、うん、基本的に俺トランスというかサイケのあのパーティーそんな俺行かないから、うん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 、ああ、依頼じゃないけどってもうバッチバチ踊れるし、うん、でも俺の好きなのはもっと別の違うところにあるから、うん、全然興味なかったんだけど、でもふと考えて、このパーティー20年続いてるって知って、うん、10年か、20年続けたパーティーちょっと行ってみたいなと思って、あー、そこだけで行った。なるほどね、なるほどな、うん、
そしたらやばかった。やばかった。うん、行ってよかった。なんかなんだかんだ行けてないんだけど、行けばよかったな。そんなん聞くと。もう、いや、なんか感じてほしい、あのパーティーを。そうなんだ。感じてほしい。感じてほしい、あのパーティーを。で、ぜひとも、あの、まあ、スタートまでとは言わんから、まあ、まあ、結構序盤から最後まで行ってほしい。あ、それ言えるのすごいな。全開で踊らなくてもいいから、ちょっとあのパーティーを感じてほしい。俺は全開で最後まで踊ったけどね。なんか今の、なんか子さんみたいでよかったね。ねえ。あちばちょ。2回ぐらい足踏まれてブチーって切れそうになったけど、壁向いて踊った。俺大丈夫、2回までは大丈夫って思いながら踊った。なんだそれ。俺の踊りの邪魔をするんじゃないと思って。ああ。今度踊ってたら見に行ってみよう。あの、3回目はやめた方がいいと思う。お。らしい。2回までなら、いける。優しい。うん、私、1回目から怒る。いや、ダメです、そんな。1回目のミスはある。うん、2回同じミス、まあ、あるかもしれない。もっとな。3回目はもう、何も言わないよ。何も言わない。何にも言わない。でも、何にも言わない。ただ、めっちゃ怒ってるよと。足踏まれるのだけはもう許せない。それって1人2ライフ制なんですか？それとも2億の中で2ライフしかないってことですか？あ、いやいやいや、同じ人。あ、同じ人。同じ人で、同じ人で3分から5分以内に2回足グッてなられたら、大きく息吸わないとダメ。大きく息吸わないとダメ。うん、それで落ち着かないときはバーカンの方とかまで逃げる。一旦退散。そっか。踊ってるときは結構神経質なんだ。うん、うんうんうん、結構ね、気になっちゃう。え、目つぶっててもわかるじゃん、どの辺に人がいるかって。うん、なんでぶつかるのって。確かに、まあ、ぶつかる段階でパーソナルスペースめっちゃ近いもんね。そう、海外でさ踊ってる時にさ、あんまり人に当たったことがないんだよね。うん、なんか、まあ、なんか日本だとガンガン当たるしな。ちょっと背中当たるとかはあるけどね。うん、そう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 。そんくらいよね。うん、なんか、わかんないけど、なんかそれはすごい、こっちで踊ってて思った。え、何いや、踊らないネタなのかな。俺、やめて言わないでよ。言わないで。うん、ね、向こうから歩いてくるなと思ったら、もう前もってちょっと横に避けて、あ、通り過ぎたと思ったらまた戻って踊り始めるとかないもんね。うん、ひたすら踊ってる。気使ってみんなって思いながら俺は踊ってるけどね。俺も踏んじゃうけど。うん、いい、そんな俺の踊りの悪い面は出さなくていいんだ。そうですか。うん、壁向いて踊ってるとき、うん、ごめんなさい。壁向いて踊ってるときは、じゃあ、まあ、話しかけない、話しかけるのも嫌だみたいな。あ、いや、そんなことない。なんか、
なんか話しかけてくるのは全然問題ないんだよね。ああ。うん。ああ、さすーって。パーティーやばいね、みたいな。そういう会話は全然問題ないんだけど、壁向いてた踊ってる時は、多分、音に集中してるっていうだけ。なるほど。壁向いて踊ってるときにさ、たまになんか忍びみたいな感じで、なんか DJ 盗撮してインスタ上げてくれるよね。え、なんだって一回言って、一回言って。なんか忍びみたいな感じで、なんか多分撮影してる画面見てない感じの角度で、なんか、あー、なるほどね。撮ってくれて、で、なんかインスタに上げてくれてるイメージ。ああ、なるほど。で、しかもその画像っていうか動画がさ、むちゃくちゃ良かったりするよね。そうなんかな。あれね、結構、毎回ちょっと楽しみにしてる。でもやっぱり、あれだよね、その、上げすぎてしまうと、あの肝心なところは撮ってもらえないっていうね。うんなんか踊っちゃわない？なんかすごいいい曲かかってくるとファビュラスとかもうクソわかるぜ。うん、もう動画撮ってる場合じゃないみたいな。私いつもあのヨウくんのほらいいところは一旦ねラウンド X のために撮らないといけないっていう使命掲げてるから、めちゃめちゃ我慢してるからね。あれ撮ってる時顔すごい怖いと思うもん。うん。もう口噛んでる撮ってる時ググってそうね。まあ確かに一番いいところはまあ踊っちゃうよな。踊っちゃうね。踊っちゃう、でも動画も撮りたいからってなって、もう画面見ずにカメラだけヨウさんに向けて体は動かしてカメラはなるべくぶらさないようにみたいな。なんかわけわかんないことになると。そうカメラも DJ に向けてるつもりあったんだ。一応動画撮るならやっぱ壁映してもしょうがねえなって思うからさ。まあ壁より見栄えはいいだろうと思って DJ 映すけどさ。あんま映ってなくない？DJ あんまり映ってなくない？映ってない。あんまり映ってるイメージない。壁、まあ確かに。壁撮っててくれてるって思ってた。壁撮っててくれてる。それが逆にいい感じになることは結構多々あるけどね。ある。確かに、それもいいな。意識してないからね、撮れる絵もあるかもしれない。そういうもんだよね。いやー、おもろ。はい、そんなところで。もうそろそろ時間が迫ってきてるから、あと1個ぐらい質問して宣伝タイムに入ろうと思うんですが、最後何がいいかな。質問、なんかよく聞く今後やりたいこととか夢みたいな。あー、いいねいいね、聞いてみたい。夢、夢か。もうちょっと DJ 上手くなりたいな。いい夢だ。なんか、まだ、自分の、なんだろう、中でイメージしているものを、しっかりみんなに届けられてない気がして、もうちょっとそこのスキルが欲しいなと
ずっと思っています。素敵だな。いいよ。いい話。練習してても面白いしね、DJ ね。その点、なんか、福岡って、なんだろう、ターンテーブル置いてるお店が結構多くて、やらせてもらえる機会が、なんだろう、東京とかと比べると多いんじゃないかと思うから。なるほどね。ぜひ、クラ君もやってほしいな。お最近ちょこちょこ、木曜日のヘルツに行って、ヨウさんにちょっと習いながら、なるほど。で、100歩の一歩ぐらいを今、100歩の一歩目ぐらいです。なるほどね。うん。早く USB 買わないとね。あ、確かに。まずは。そうだ。そうだな。はい。はい、ごめんなさい。どうぞどうぞ。最後に今後やりたいイベントとか、なんか。やりたいイベント。よくは主催のパーティーとかやってるもんね。そう。この間ね、やって、で、次の、いや、どうしようかなと思って今もう、次やるパーティー未定なんだよね、俺的には。あ、そうなんだ。そう、今まだちょっと、決めてなくて、そこ。やりたい。そうね。まあ、あれだもんね。こう、ちゃんと期間を決めて定期開催するのを、重要視するのか、めちゃめちゃいい企画が思いついたり、人が集まってテンション高い時にやりたいかとかあるもんね。そうね、そう。それは大いにあるな。定期開催ができない、俺には。飽きちゃうから。全然やってないな、みたいな。思ってたのに突然なんか二つ読んでくれパンパーンってやったりするしね。そう。まあいろいろといろんな事情を俺の考えがあってちょっと今未定ですが、まあでも今一番やりたいのはなんか神社かお寺でパーティーしたいよね。出た。をなんか借りていいねやらせてもらえないかなみたいなのは思ってはいるけど、住職探しまずはね住職と、住職とマッチするとこから、そうだね、うん、あの人もしかしたら住職かもって思ったら後ろから走ってて、もしかして住職ですかって声かけるわけだもんね。ああ、そうだ、そうだ。そこから。クラブにいる住職を探せ。うん。いや、もう街中でもいっぱい住職いるかもしれないから。ああ、じゃあ街中でも行っちゃうか。そう。パリピの匂いがしたら。お寺の前とかで、ね。寺の前とかで待ってれば間違いないもんね。出待ち。パリピ住職求む。だけど言ってるうちにあながちいるかもしれないもんね、やらせてくれるところの人が。うん。うん。じゃあ、いいと思う。楽しみだな。テラパーティー面白そうと思って。あら、確かに。はい。じゃあ、ゆうくんは今年おテラパーティーをします。今年かは分からんが、そのうちします。そのうちします。はい。はい、ということで、告知タイムに行こうと思います。じゃあ、まずは、ニオ君の、告知から行こうかな。はい、じゃん。あ、はい、告知。はい。3月の22日金曜日、
金曜日、再来週ですね。再来週じゃないか。あ、これあれか。うん。そうそう。放送の19日の週の週末22日、はい。これってどこでやるんだろう。トランスフォーム。トランスフォーム。で開催します。はい。下脱。下脱。はい。下脱。企画。今回呼ばれるの2度目なんで、おお、ありがたいと思って、うん、感謝も込めて精一杯 DJ できたらと思ってます。はい、ありがとうございます。みんな遊びに行こう。うん、うん、じゃあ次ぜひぜひ。はい、行きます。まずはゆずちゃんのニューリリースから。はい、どん、かわいい。ごめん、日付間違えました。これね、3月の15日やっちまった。はい。15日に、ゆずちゃんのニューシングル、出来合いメロポップがリリースとなりました。めちゃめちゃ可愛い曲なので、これはね、みんな、これか流れてたやつ、見た方がいい。そう。最近、うん、インスタとかでも流してます。みんな100回ずつ聴いてね。はい。じゃあ、次。はい。次はね、これラウンデックスの今日ね、告知がめちゃめちゃ長いんです。なんで、まず、こちらの動画から。はい、ドドン。はい。ということで、ラウンデックスレコードが4月で2周年を迎えます。イェイ！おめでとうございます。イェイ！はい。ということで、2周年の記念企画として、えらい量の企画を考えまして、これからその告知をさせていただこうと思います。では、よくお願いします。じゃあ、1個目。ドン。あ、俺？2周年企画で、1週間毎日何かしら起こるぜウィークをやります。1日目が4月14日、ランデックスレコードチューンズというですね、歌系の、EP をリリースします。よっ。はい、もちろんクラ君も入ってます。はいはい、じゃあ次。はい。はい、どん。で、当日です。当日ですね。YouTube にて、今回の2周年のなんか記念楽曲みたいなのを作ったので、それを YouTube にて、公開してます。これは、ランデックスメンバーで、全員で合唱みたいな感じで歌ってるので、楽しみにしておいてください。これはエモい。うん。はい、では次。どどん。はい。次の日、15日から17日ですね。ランデックスメンバーで歌ってみたを3日連続リリースします。歌ってみた。リリースする順番はちょっとお楽しみにということで。はい。うん。4人いるけど3日間なんで、さあ、どういう組み合わせなのかお楽しみに。はい。お？よっ。では次、ドドン。はい、18日ですね、アンデックスレコードミュージックの方で、コンピレーションアルバムを出します。いつも参加してくれてるシグエンテの翔さんとか、ヘルスのマスターであるナギさんとか、あとはジローくんとか、あとはユンくん、ユルハンクさん、あとウシスさん、みんなレジで出てくれた人ですね。が、僕の曲をリミックスしてくれたり、作ってくれた曲を僕がリミックスしたり、で、全部7曲入ってるので、これもビートポートで出るので、ぜひ買ってください。よっ。はい。はい、では、さらに、じゃん。じゃあ、これは私からいこうかな。はい、ラウンデックスレコードセカンドアニバーサリーのプレパーティーを、
4月の19日金曜日にバーヘルツで開催します。こちらはプレパーティーのお祭りということで、ラウンデックスで結構いろいろあのパーティーをやってきましたが、その中で122という BPM122 のパーティーと、あと私が勝手に始めた歌謡曲ナイトと、あとバックトゥーバックとかをやるという割と何でもありなパーティーに加え、ラウンデックスレコードのクラ君とコタレ君、あとは、普段お世話になっているシバ君というラッパーの男の子にライブをやってもらうなど、こう、もりもりに盛り込んで、パーティーを繰り広げたいと思います。で、さらにその19日は、はい。はい、僕の新しいシングル、オーラをデジタルリリースします。めちゃめちゃかっこいい感じのトランスなので。これはマジでいい。さらっと先行でかけたりしてるんですけど、結構みんな盛り上がってくれるので、皆さんぜひ聴くなり、買ってもらって DJ を使うなりしてください。はい。で、そんな19日をやりながら、さらに、はい。じゃじゃーん。はい。最後の日ですね。ランテックスレコードセカンドアニバーサリーのアニバーサリーパーティーをダークルームで開催します。よっ。イェーイ。はい。で、今回、東京からゲストとして、ジュン・オイカワという、ハウスの、渋谷でめちゃめちゃハウスのパーティーをやったり出たりしていて、めちゃめちゃハウスが上手な、ジュン君をお呼びして、博多でいつも一緒に DJ やってくれる人と共にお祝いをしたいと思うので、皆さんぜひ乾杯しに来てください。はい。もうこれは大変なこと。うん。ラウンデックス史上で一番大きいパーティーなので、もうさぞ、もう当日は爆発してしまうかもしれん。体が持たないかもしれん。ああ、使わね。そうね。なんと DJ さん17人ぐらい呼んでるんで。もうね、博多中の人をかき集めて、これ聞かねんばかりの集め方をしているという、カッツカツです。もうカッツカツで、まあドラムとかハードとかそっち系からもちろんプログラムいるし、トランスの DJ、 サイケの DJ、 ハウスの DJ などかなりいろんなジャンルの DJ をお呼びしてるので、結構一晩でなんかいろんなクラブ回ったみたいな感じになれるんじゃないかなと思ってるんで、楽しみにしておいてください。24時間テレビみたいだね、もう盛り込み方がすごい。このフライヤーの、ね、画像とかもしてくれればアドバンス、ね、前売りの料金で入れるので、はい、じゃあスクショタイムとして撮っとこうかな、はい、はい。で、当日、それに向けてグッズとかも新たに作ろうとしており、なんかいろいろ来たら、なんだこれみたいな面白いことをやろうとしておりますので、皆さん楽しみにしていてください。お願いします。はい。お願いします。お願いします。じゃあ、はい。そんなことで、ちょっと宣伝タイムが長くなってしまいましたが、本日は DJ ニオさん。はい。はい。お越しいただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。